ザマスクです。今回は、スプラトゥーン3続きからやっていきたいと思います。前回がですね、なんだっけモアイじゃない。なんだっけな、もうあんま覚えてないんだけど、次のエリア行ったのかな。うん、次のエリア行って、なんか、すごい高いところの夜間をね、やりに行くっていう感じですね。やっていきたいと思います。今ね、これ昼間なのよ。見て、これ。昼間でね、ちょうどね、フェスが始まる1日前ぐらいに撮ってんだけど、めっちゃいいよね、この夕焼け。こいつ怖くね？さあ前回がね、ここからのスタートだったんで、ここね、ボスみたいなんですよ。マップ確認するとね、なんとここ、ボスみたいなんで、ついにボス、来ました。前回がね、なんかね、岩みたいなやつと戦ったんだよね。高わさ将軍か。今回は何とバトルなんでしょうか。いきなりボス戦だよ動画始まっていきなりボス戦なんだけど。さあ来ました。今回は、クリア報酬が2200だから結構高いね。今までで一番高いんじゃないかな。んで、ヒーローシューターかなこれ。いやー、ちょっと待って、紫なんだけど。ねえ、紫なんだけど、行きましょうか。あれ、小ジャケ？あ、バックにいる！小ジャケ、かわいい！かわいいね。なんか、ポチタみたいな感じだよね。で、無料で行きましょうか。さあ、来ました。いやー、これはー、なんかラスボス感ないこれ。大丈夫かなラスボス感すごくあるんだけど。で、待つんじゃ。なんだ？おっと？これなんだっけ？塩辛じゃない？誰だっけな？覚えてないけど、なんか名前だったよね。わしらの手下にならんか。そしたら、お宝も早い。早いよ。なるほど。さすが、バンカラモンじゃな。撃つ方だ。撃つ方とバトルするの？イエローツボかも。なるほどね。撃つ方とバトルするのかと思った。何？撃つぼ出てきた。マジで撃つ方だからウツボみたいな感じ。ソーラ、祭りちゃん、いきなり始まるじゃん。一丸で、何これ。ひとまず、冷静に、この、雑魚敵たちをやっつけます。んで、回転するから、なるほどね。ここを塗っていって、登りますんで、撃つ方に攻撃。ナイス。簡単じゃん、めちゃめちゃ。なんか2の時の最初のボスみたいな感じだね。なんだ？にひひ、やりよるな。なんだ？ああ、増えたね。まあ、全然大したことないっすよ、うつほさん。とくとご覧あれ。いや、大したことないっすよ、うつほさん、今のところ。今のところそこまで大したことないと思いますけど。もうちょっと本気出してもいいんじゃない？なになに、ちょっと待って。なんか増えてきた。いや、でも全然っすよ、うつほさん。そんなもんでいいんすか？おおホラーゲーム？俺はホラーゲームやってんのねえ俺はホラーゲームやってるんですが、皆さん、お、すげえ綺麗めちゃめちゃまるで綺麗なんだけど。いや待って、ちょっと癖があるね。ちょっと癖がある。増えたね。で、増えたらどうなるんだろう。今のも結構ね、派手な感じだったけどね。なんかキューブでアタック。待ってね。どういう感じ？何？ちょっと待って。何？どういうこと？何？そういうの良くない。なるほどね。今いるところにこうやって突進してくるんだ。それをやっつけるみたいな感じ。こちゃけでちょっとできないかな。ちょっと微妙っぽいな。待って。回転もちゃんと見とかないといけないって感じか。なんか生えてたよ。なんか生えてたけど。そら、次じゃあ。二の前、うつぼ、大うず。何これ？何それ純粋な俺の何それの反応出た。これ俺がやられたやつだ、さっき。だんだんね、視界が狭まってくるんだよね、これ。だんだん狭まってきて、最終的に一番奥まで来ると。むずい！待って、普通にむずい！ちょっと待って、普通にむずいんだけど。ちょっと待って、普通にむずいんだけど。待って、初めて俺やられた。待って、普通にむずいのやめてねえ待って。はい、何。そのまま攻撃もあるんだ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。大丈夫。俺、落ち着いたらいける。次、うつる棒の前、大天
転身、大転身っていうの。あー、これね、これね。まあ、これはね、これさ、正直さ、戦えないんだよね。戦えないっていうか、全部倒せないんだよね。ねえ、あれで倒せる？倒せるように思えないけどね。あの感じ。あ、待って、スペシャルもあったわ、普通に。あ、これやばいかもしれない。あ、大丈夫か。これ思った以上に難しいわ。あー、で帰っていく。ポニョみたい。今のうちに、ちょっと、盤面を揃えときたい。今のうちに盤面を。なに、サミダレ？サミダレ？なにこれ？おー！あー、マルチミサイルか。なるほどね。ここでさ、スーパージャンプ？スーパージャンプ？え、待って、スーパージャンプあるんだけど。嘘ーい、やれなかったんだけど、もったいない。もったいないよ、今のはね。今のはもったいないよね。なに？大渦ね。大渦って、あ、そのアタックか。まあ、そのアタックはね、正直かわせるんだけど。あ、これか。いや、これか。俺、苦手なんだよな、これ。これ、普通に苦手なんだよな、俺。普通に苦手なの、これ。ね、普通に苦手なの。普通に。いける。いける。いける。あとちょっと。いける？来た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 んじゃない？よし！よし！よし、来たよ。で、これ、この、あ、ちゃ。よし。オッケー、行ったんじゃないこれ。あ、さすがにね。さすがにね。めっちゃ集中しちゃった。大渦？あ、待って、ちょっと話しようか。これでスリミ連合に勝ったと思うのよ。え？あー、一旦終わりね、一旦。よかった。スリミ連合だったね。あー、よかった。バイバイ金みたいな感じで飛んでったわ。よかった。めっちゃむずかったな。何？どうした？弁当箱みたいなの降ってきたけど。大丈夫かな？ね、みんな見てこれ。スプラトゥーンさ、3やってる人見てるかわかんないけど、スーパー着地っていうのが、前作あって、今作なくなってたんだけど、スーパー着地ここで復活してこれ。ね、なくなってたと思ったら、復活してんだけど。ちょっとびっくりだね。これ何？反応してたのはこれか、使えるかもしれんし、トリマーいただいとこう。これ何これ。白馬の王子様みたいなのゲットしたな。いただくって、俺よりでかいもんいただくってどういうことなの？とりあえず3分48秒ですね。いやー、あ、イリコニウム 8、え？ 3 つもらったよ。やば。イリコニウム3つもらったんだけど、すごくない？え、普通にむずかった。てか楽しかったね、普通に。やばいわ。はい、サンゴお疲れ様。じいちゃんはいなかったみたいな。どう、そうだね、じいちゃんいないよね。死んだんじゃない？トリマいただいたお宝をここに置いとくか。ここに置いとく。たし、あ、あ、当たり目じゃん。当たり目、どうした？応答されたし、されたし、なんか、ふなしみたいな。あ、おじいちゃんからの通信。じいちゃん、今、どこいるの？おのちら、無事じゃったか。反対だよね。完全に反対だよね。こっちのセリフだよ、もう。ここは、真っ暗でようわからんじゃが、狭い部屋のようじゃん。なんとか、脱出できんか、ここは高く、ちょんかきょん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 。どうした？じいちゃん、当たり目どうした？こっちも探してみるから、無理せんようにね。なんかあったらすぐ知らせて。わかった。わかったって俺が言うのおかしいな。じいちゃん、無事でよかったね。よし、次の反応を調べに行こう。あ、ちょっとイケボ風なね、1号じゃね。ちょっと待ってね、喉が。行ったことある夜間には、メールからジャンプできるかんね。よかったら、使ってみて。なんでこんな、呼び方が毎回変わるんだけど。これはなんだ、これは。これあれじゃん、アトラクションじゃない？なんかユニバーサル・スタジオ・ジャパンとかのさ、アトラクションにない？こういうの。何なんだろうね、これ。新しいものゲットしましたけど。ひとまず、どうしようかな。一旦ね、ボスやれたんで、あ、ここ強化しときたかったのよね。スプラッシュボム追加。スプラッシュボム追加？なるほど。インクタンク。あー、インクタンク。スプラッシュボム追加。あれ？これも追加か。でも、イリコニウム、4つあるかな？ここ解放しちゃうか。OK。解放しちゃって、で、上も解放しちゃいたいな。インクタンクか、どっちがいいかな？スプラッシュボム追加。どうしよう。でもここにもスプラッシュボム追加あるからな。あれ？あ。あ、これ1個しか解放されないのか。やらかしたな、俺。俺やらかしちゃったんだけど、完全に。まあ、小鮭インクとりあえず解放しときましょうか。
んで、次に敵インク影響軽減っていうのをつけといて、これでね、敵のインク踏んでも体力が減りづらくなるってやつだよね。んで、次は5個いるんだ。で、これもインクタンクもやっちゃうか。リコニウムあるんでね。で、がっつりやっちゃって、ここもパワーアップしまして、パワーちゃんして、パワーちゃんしてって、はい、こっちもいけるかな。あー、5個いるんだ。あー、これ欲しいな。スペシャル、あれアップするのいいね、普通に。で、これで、そのマップ行きまして、ボスね、これ、さっきやったボスね、これ。強かった。普通に強かった。まあ、とりあえず、サイト B かな?サイト B だっけ?に行って、さあ、新ステージやっていこうか。ここ行こうかな。じゃあ、なんだろう。きらめきの高台に、ヘビブロックが伸びる。やっていきましょう。さあ、来ました。きらめきの高台に、どれも、おすすめはこれだけど、やっぱ俺は使いづらい武器をね、使いたいっていうのがあって、オーバーフロッシャーは使いづらいんだよ。でも、個人的にさ、この北斎使えたから言っていい?北斎楽しいんですよ、これ。あー、北斎いいね、これ。北斎とか言ったらやばいね。よく、行くよ、とりあえず。あ、北斎とかそういうのは良くないから。そういうの俺のチャンネルで言うの良くないと思うよ。良くないと思うよって本人が言っちゃってんのにダメだよね。で、続いて行きましょう。何あれ?あ、そうか、小ジャケじゃないのか。とりあえず進んで、何?あれ?あー、塗ったら、こんな感じになると。でもこれ、あ、待ったら、中に入れるって感じか。中に入ったら、なんかあるのかな?いや、なんもないんかい。さあ、行きまして、とりあえず進んでいきましょうか。おー、楽しい。これ、下降りたいな、せっかくだからね。いくらもゲットしときたいよね。で、このまま、クイックボムはね、これができるから楽しいんですよね。この壁塗るのめちゃめちゃ楽で、ほんといいよ。ほんといいよって。よし。で、これを、しっかりと塗っていきまして、いいですね。で、このまま行きます。いや、北斎は楽しいっすよ。北斎は楽しいっすよね。この進めていきます。めっちゃ楽勝だね、ほんとに。めちゃめちゃ楽勝だと思う。このまま行きます。あー、これで、スプリンクラーっていうのがあるから、これを壊して、自分の色に染み上げて、行きまして、突進しまして、ここで、立ち往生して、やります。やりますって言ってやられていく。で、この、これ俺の、あ、ここかあ、なんかいる。ちょっと待って、なんかいたね。あ、これで避けろってことだったのか。で、これ、あれで、なるほどね。先にこの敵やっつけちゃいたいよね、正直。はい。北斎、あれができるから楽しいのよ。そういうことなの。あ、これ使えってことだったのか。もうさっきからなんかね、あれなのよ。ミスが多いな。あれ?ちょっと待って。届かなくない?届かなくない?これ。はい。あー、待って届かないんだよなぁ。あれでいける?あれでいけるかな?あ、全然来るじゃん、こっちに。もうびっくりしたじゃん。これ、俺、北斎だとダメなのかと思っちゃったじゃん。で、ここちょっと塗っといて、いきます。あ、よかった。さっきのミス最悪なんだけど、普通に。ああいうしょうもないミスしちゃうんだよな、俺。なるほどね。大元のところを塗ればいけるってことか。手前塗っても意味ないっぽいね、今の感じ見ると。で、このままいきます。で、ここはね、いっぱい塗らないと、進んでいかないっぽいね。なにこれ怖いな、ここ乗るの。これ、だんだんなくなっていくんでしょ?ねえ、これだんだんなくなっていくんでしょ?怖くない?普通に。これ、あ、連打がめちゃめちゃしんどいな、これ。めちゃめちゃ連打しないといけないからしんどいね、これ。どうしよう。待って。どこだっけ?ここか。オッケー。ここを塗りまして、足は作ります。あー、結構難しくなってきたなー。で、鍵をゲットする、しまして。あ、でもゆっくり消えていくからいいね、これ。なんかそこでブーンワンみたいな感じで、ブーンワンみたいな感じで消えていかないからよかった、ほんとに。あははははは、危ない危ないよ。危ないんですけど、ね、めちゃめちゃ危ないんですけど、はい、ジャンプしまして。で、このまま進んでいきます。いいですね、もう余裕感がすごいね。もうなんか、心の余裕がすごくない?俺さっきから。で、
先に俺のステージを作っときます。俺のステージをここにね、作っときます。で、作っといて、はい、北斎でやります。で、上からの奇襲攻撃は、だいたいうまくいくので、よし、こんな感じでいきまして。これ北斎で受けれるんですよ。こうやってやるじゃん。はい、やりまして。強いな。普通に北斎にいいところ見えたな。北斎のいいところ、あーいをばらまいてーですね。出すねって。はい、やっていきまして。これは待っとけばいいのかな。自分の色に染めたらそれで OK みたいな感じ。あ、でも上もいける。待って。上あったんじゃないこれ。わー、待って、やだー。あれ、やなんだけど。あれ、取れない？どうしよう。これスプリンクラー、相手のスプリンクラーでしょ？もう無理じゃん。もう無理じゃね？あ、違うのか。自分で塗ればいいんじゃないこれ。そうか、自分で塗ったら、あ、よかった。見逃したのかと思った。でも、小邪気いないのちょっと寂しいよね。思わないみんな。小邪気今までさ、ずっとお世話になったからさ、お掃除みたいな感じでやってって、悲しくなるよね、普通に。待て。インクがない！インクがないんだった。オッケー、行きまして。いや、なんか、やっぱりさ、普通のクエストじゃねえや。ステージもさ、ボス戦より時間かかってるし、難しいよね。さあ、とりあえずね、クリアできましたんで、次のステージ見て終わろうかな。もう19分だもんね。早いな。待って、時間が早い。あ、待って、危なかった。下にあれがあるんだよ。俺が触っちゃいけないやつがあるから。あ、ばんやってって、これを壊します。なんだろう。あ、待って、イリコニウムじゃん。普通に嬉しいやつだ。ちょっと強化していくから終わろうかな。で、強化しまして、あ、できなかった。ここ、続いてのステージはここですね。そこに至る。その過程も美しい。